使っていたりしないのか、トンと当ててぶつかったら相手が反発してくるのに、大きくしてるだけで失敗します。押してくれたら押してくれたら、この状態で相手の動きが上がっていっても自分の重心を抑えれる、抑えれるです。転換しながら、はい、これは今は転換したんですけど、この状態をどこでも持ってくれる、こうやってぶつかってるでしょ、これこっちなんですよ。難しいことになっちゃうから、本当は取りに来たらそれをそのままこうやってやることが楽なんだけどね。ここが痛い、ちょっと押しましょう。信号投げです。測ってだけ、はい、あ、ごめん、これで変速な技、はい、両手が、はい、持たせてないかで、あ、ごめんなさい、あ、どうしたらいいか、もうあれです、前で解決です、相手背中見えますから、むしろスリーの手で取ってくださ い、 はい、これだけの技です。はい、一度は手握らないと、手合わせ、あ、あの合わせるだけにして、手私は本当に多分完全にこうだったよね、このまま落ちなきゃいけないんだけど、この状態から一つ出して手の感じ、握らない状態でこのまま、やらない稽古しましょう。握っちゃうと、どうしてもここに力がこういう形になっちゃう、そのまま、そのまま、これ切っただけで外れちゃうからね、そのまま、はい、一遍で切らないでやってみましょう、はい、で、これ掴まれたときに、相手ここを切ってますよね。で、こっから見ようと思って、これ重くなっちゃう。指先が上がってくると楽になる。で、こう持たせたときにも、これで向こうへ使える。だから相手持ってるのを無視して、それこそ本当に昔よく言われたの、あなたのところで頭かいておられたの。それがこう、持たれたことを意識してると、こういう形になっちゃったんだけど、トントンと曲がってくれる。で、向こうへ行きたいんだから、向こうを意識していけば、入れる。
とはいうもののそれがなかなかできないんだけど、基本的にはこの状態からここを密着させた状態でまず上がります。と上げるわけ上がります。でこのまままっすぐ持ってくる、はい、いろんなやり方あるんですよね。そしたらパッと押さえてでもいっぱい入るかで押さえ込まれた状態だと本当はあまり良くないんだけど、後ろにこういく状態で上がってくる。それも超えられた瞬間にもう押さえ込まれちゃうから下がったらすぐ上がる。これガーッと体重抑えられて、でもこれも細かくするって意味なんだよ。でましては両方上げると絶対相手ぐっと押さえ込んでくるから、自分の気持ちの中で腰がグッとなってこっちから上がる。また上がって上げてくるぐっと割に上がります。これは本当に難しい。これでやっぱり最高だな。